はい。えっ、ー、と、長くなったんで、ちょっと、えっ、ー、と、ビデオを切ろうと思ってるんですけども、えっ、ー、と、次は、えっ、ー、と、私の方のリラックスバージョンーの方の紹介をしたいと思います。で、えっ、ー、と、今、画面に映ってる、これがそうなんですけど、えっ、ー、とですね、これ何かというとですね、あの、バージョン、あの、皆さん、バージョンの適用とか、どうされてるかなと思うんですけども、あの、 ソースコードに、あの例えば、えー、バージョン1.2.3とか、なんかそういうのを埋め込むみたいな作業って、なんかよくやると思うんですね。で、えー、と方法としては、なんか主に2つ考えれて、一つはなんかコメントで、ソースコードのコメント上になんかバージョンいくつ変更何したみたいなのを書いてる。まあ、これはなんかかなりあの古臭いやり方ですけど、っていうのを書いたりとか、あるいはまあ最近だと、その、 えとこうビルドしてその配布するバイナリーが結局バージョンいくつのもので生成されたものなのかっていうこう何か問題が起きた時にそのトレースためにつけるものとかまあそういうものがあるんですけどもあのこのリラックスバージョナーっていうのはまあできるだけそのバージョンを適用するのにあの簡単にできればほぼ何もしなくてもいいように。 何もしなくてもバージョンが適用されるっていうところを目指して作ったものです。で、あのー、最初に説明したとおり、まあ、これもドットエンドフレームワーク、ドットエンドコアとか、まあ、あれら向けに、あれらの開発の向けに作られていて、で、えっ、ー、と、ヌゲットのパッケージになってます。で、これを導入するとですね、バージョンがつきます。以上。シンプルじゃないですか。うん 昔から、だいぶ前からですね、えー、とビジュアル車両が2005の頃かな、からずっとこういうことを考えていて、どうやってやるのが一番いいのか。まあ、あの頃はちょっとインフラがね、あのそのビルドインフラがあ,のあんまりいろいろできるようなものがなかったせいもあって、 まあいくつかあの開発したものがあります、公開してないんですけど、そういうものもなんか一手間、二手間あったりとか、なんかまあ間違えて適用しちゃったみたいなこととかあるんですけど、まあそういうのをやるに至り、こう、もうとにかくね、あの、あのちょっとでもなんか変なこう手動操作とかを間に挟むとダメだということが分かったので <laughs>、とう,うか完全自動でなければならないと。 まあそうは言ってもですね、例えば、あの、とある時にビルドしたものに、とあるバージョンを固定的につけたいとかいうこともありうるし、それからそのバージョンについてのか細かい説明とかそういうようなものも、なんか一緒にあの追加したい。例えばその変更履歴みたいなものを、その中に盛り込めたらいいだろうなとか、そういうようなことも、まあずっと考えてたわけですね。まあどうやってやるかっていうのが思いつかなかったんですけど。で、まあ、あのー、 割と最近になって、えっと、その、ま、Git が、あの、まあ、流行り出して、で、Git で、ま、結局バージョン管理って一応できるじゃないですか。例えばタグをつけるとか、そのブランチを切るとかで、まあ、できるので、まあ、その情報をうまく使ったら、その自動、あのソースコード上に自動生成した、そういうバージョンの情報を埋め込むことができるんじゃないかなと思ったんですね。で、 そういうことをあの試みてるものは他にも、超有名どころのはすでにあるんですけど、Git バージョニングっていうのがそうなんですけど、まあそういうのはあったんですが、まあ一応、えっ、ー、と、私の方があのずっとそれ、<laughs> <laughs> あの、こう、アイディアとしては温存していて、温めていて、実現の方法だけがちょっともやもやしてたんですけど、まあ、ようやくいろんな情報が集まったので、じゃあ実際に実装してみるかと思ってやったのがこれ、これですね。で、えっ、ー、と、ざっくり言うと、えっ、ー、と、今は、あの、l i ギ g i t 2っていう、あの、git のリポジトリを操作するための外部ライブラリというのがあります。これは、あの、ネイティブのライブラリなんですけども、 まあそれをあのこう C シャープから操作することができる、l i ブ g i t 2ーシャープという、ここにリンク貼ったんですけど、これがまああの別の、私じゃないですけど、別のコミュニティで開発されて、あそうか、これを使えばその C シャープから Git のリポジトリの中身を見ることができると。見ることができるってことは、あのツリーの,その構造を解析することもできるので、そいつに対してそのバージョンを適用する何らかのルール、 を考え出して紐付けできれば、そうすれば、えーと、そのバージョン適用のための操作を、まあ、完全自動では無理にしても、ほぼ自動化、あのそのそ Git の情報をもとに自動化できるっていうところに行けるんじゃないかなと思ったのが、これを作った理由ですね。で 今、サポートしているのが、その C シャープと F シャープと VB.NET、それから C++CLI、それから、えっと、ヌゲットのパッケージングが今、簡単にできるようになってるんですけど、それにも一応対応しています。で、えっ、ー、と、どういうことかというと、この、えっ、ー、と、リラックスバージョンなんていうのはヌゲットのパッケージで、えっ、ー、と、公開されているので、えー、これですね。こいつを、 まあ、あのパッケージマジネージャー使うんだったらインストールパッケージでリラックスバージョンを検索してインストールするだけです。で、で、そうすると今、えー、と説明した通り、とあるプロジェクトにこいつを入れると、そうすると、えー、とそのプロジェクトが存在しているその g i t h リポジトリの中をその検索して解析して、で、えー、とバージョン番号を自動的にあの付与すると。 付与したバージョンがどこに出てくるのかっていうと、まあ、今ちょっと分かりやすい例で見せてるのが、これエクスプローラーでその出来上がったエグゼのファイルをそのプロパティ見ると、こう,まあ、こういう感じでここに情報が埋め込まれますよと。で、えー、と例えばプロダクトネームに相当するとか、ああいう写して入ってたりとか、プロダクトバージョンがその実際に g i t h u コミットして、それからそれをビルドしたときのそのコミット ID がここに入っていたりとかいうような感じで入っています。実際にはもっと細かい情報が入っていて、これはあの、えっ、ー、と、エクスプローラーのプロパティはこれだけしか見れないんですけど、実際に埋め,埋め込まれている情報というのはまあこういうような感じになります。で、まあこれはあの私が作った IL2C っていうのに適用している例なんですけども、えっ、ー、と、例えば、 アセンブリファイルバージョンになんかそのビルドした時の日付をこうシリアル化したというかそのまあなんとなくこう収まる形であの数値化したものがここに入っているだとかあとこのアセンブリインフォメーショナルバージョンというのはそのコミットされた ID ですねが入っていたりとかあと,えっとビルドの日付が RFC 形式で入っている。 現在のブランチの名前がこうデベルみたいな感じで入ってるとか、まあ、このたまたまタグがなかったんですけど、タグが埋め込まれてるみたいな、あるいは、えー、と変更した時のそのオーサーとかコミッターのその名前がこう入る。で、コミットした時のメッセージがこんな風に埋め込まれるという風な感じなので、まあ、トレーサビリティのためにまあこれを使うっていうのにはまあ十分あの機能するんじゃないかなというふうに思っていますと。 で、えっと、より具体的な例なんですけど、えっとまあ、C シャープの例で見ると,、えっと、リラックスバージョナーが実際にそのビルドするときに自動的に埋め込むソースコードの例がこれです。で、えっと、先ほど見てもらったようなそのアセンブリのバージョンだとか、ファイルのバージョンだとか、Git のコミットの ID だとか、まあ、そういうさまざまな情報がこういうふうにアセンブリの、そのアセンブリレベルの属性として適用されて、なおかつ、えっと これはあの単なるスタティッククラスとして定義されるものなんですけれども、こういうような感じでえとコンストの定義として引き出せるようにもなっています。これ,はあのえとこれらの情報をおそらくそのアプリケーションの中から参照したいってこともまあまあまああるんじゃないかなと。例えば GUI アプリケーションとかだと、アバウト メニューを表示したら、そのコピーライト表記だとか、そういうのを出したいと思うことがあるかもしれないですけど、まあそういったような情報をここから引き出すことができるように、一応コンストストリングで参照することもできるようになっています。うん、っていうのが、今のこれ見てもらったのが C シャープで、これが自動的に適用されて自動的に埋め込まれます。あの、リラックスバージョナーをヌゲットでインストールするだけです。それで F、F シャープの場合はこんな感じですね。 まあ、あの定義されるのはほぼ一緒ですけど、扱いやすさを考慮して、この辺のディスアセンブリとかは、えー、F シャープの場合、グローバル名前空間から参照するのは別に問題ないので、あのディスアセンブリという、うん、モジュールの中の、えー、と個々の,そのシンボル名としてバインドされているというような感じで定義されています。で、まあ、一応 VBL と同じように出力される。 で、あと C++ CLI ですね。まあ、今更感もありますけど、<laughs> まあ、こういうものが提示されている。で、えっ、ー、と、使い方なんですけど、もう本当に今説明した通り、えっ、ー、と、リラックスバージョンーを検索して導入する。で、ビルドすれば、それで即で、ね、あの、適用されます。なんですけど、まあ、当然ですけど、その、えー、でも、バージョン番号どうなるのみたいなことはあると思います。で、えっ、ー、と、実際のところどうなるかなんですけど、 えー、例えばですね、ちょっと。これ、あの、先ほど <laughs>、あの、私が説明していた、えっ、ー、と、エポキシの、あのー、リポジトリです。まあ、ちょっと、まあ、シンプルな感じですけど <laughs>、えっと、こういうに、あの、タグが、 あの適用されていると思います、えー。例えば、一番そこは0.0.1でタグがついていて、次0.1.0,0.2.0というふうについていると思いますね。まず一つは、えー、とこういうふうにタグがついている場合、そこのソースコードをビルドすると、そのタグが、えー、とタグ図のところに入ってきます。なので、えー、と先ほど見てもらった。 例えば、ここで言うと、今ちょっとこれ例にはないですけど、このアセンブリメタデータのタグ図っていうところに0.1.0とか、それから、えっと、ここの、このコミットをビルドすると0.6.0っていうのが自動的にここに入ったりします。もちろん、ここにコメントはこういうふうに書いてあるんですけど、これらが、えっと、これのメッセージのところに自動的にここに埋め込まれる。 みたいな感じになるんですね。なので、えっと、動きとしてはそうなんですけど、じゃあ使うときどうするかっていうと、まあ、例えばなんか開発して、例えばここから変更を加えていって、開発、開発、開発してはコミットしていくと。で、いよいよこれで、まあ、あの、今回の変更は終わりだからリリースできるなと思ったら、えっと、コミットした後、えっと、一旦ここにタグを、その、自分の付けたい番号のタグを付けます。 で、ビルドすると、その0.4.0っていうのが属性で埋め込まれたバイナリーが生成されるので、まあ、そいつをあの提供すればいいと。で、まあ、ビルドしたら、あのー、テストとかしたいじゃないですか。なので、Git の場合、ここでローカルのリポジトリにタグは適用するけども、まあ、プッシュはやめておく。リモートにプッシュするのは後にしておいて、ビルドした時点で、そのバイナリーのテストを行って、で、あ もうこれであの OK だよ、ねまあ、まあ、リリース可能だと思ったら、まあそのバイナリをも,もちろん配布すればいいし、そこで改めて、えー、とこの0.4.0っていうのをあのプッシュしてやることで、んと晴れてリモートリポジトリの方に GitHub の方にそのこの,このタグもう,う打,たれ打たれて、で、あのこう1対1で整合性が取れるようになるというような感じですね。じゃあ えー、この空白地帯のバージョン番号はどうなるのという話なんですけど、それはですね、例えばここ、今0.2.0という、えー、とタグがついてるんですけど、この一つ上は0.2.1になります。で、2、3、4、5、6、7になって、えっ、ー、と、ここに来て、8。 なので0.2.8になってるんですけど、ここにタグを適用すると、そうすると、えっと、自動的にこのタグの番号からの基準になります。でなおかつ、えっと、このバ,あのバージョン番号のタグというのは、えっと、2種類あるんですけど、先頭にあの小文字の V をつけるか、あるいはこの例のように番号だけでやるか、それから えっと、ドットノーテーションで、えっと、区切ったものが最大、えっと、4つの番号で区切られるっていうふうに、まあ、決められているのでその最小の、えっと、桁つまりこれでいうと3桁目が、えっと、自動的にそのインクリメントされる対象になります例えばここで今0.2.0ってつけるとこの1つ上は0.2.1ですけど 仮にここの、えー、とタグに0.2とつけると、そうすると一つ上は0.3になります。で、まあ、もちろん1って,ってつけた場合は234っていうふうに付くようになります。で、えー、ともう一つ考えられるバリエーションというのが、こういうふうにブランチが切られている場合に、えーと、上から番号の探索をしていって、その初めに見つかった番号から逆算して、えー、と現在のその コミット ID に対してどんな番号があのどんなそのバージョン番号を適用するかって計算しなきゃいけないんですけどそれはえっ、ー、とえっ、ー、とブランチがつえっ、ー、とブランチのペアレントが、えー、とこういうふうに分岐があのマージされた時にえっ、ー、と親が2種類あるんですねでこれのうちのプライマリから順に再帰、えー、的に探索しますえっ、ー、とプライマリっていうのはえっ、ー、とこの Git あの、g i t クラケン e というクライアントで見てるんで、まあ、そう、これはこうなってるって話なんですけど、えっ、ー、と、ここで、この今0.7.0がついてるコミットの親は、えっ、ー、と、プライマリがここです。で、セカンダリがここですね。で、えっ、ー、と、どうやるかというと、えっ、ー、と、プライマリの方をずっと見ていきます。仮に、プライマリの方に全然そのタグが適用されてなくて、そこまで行っちゃったという場合、 次にセカンダリの方を見ていきますで、その中にもしタグがあれば、そのタグからえっと何世代上に登ったかっていうのを計算して、その番号がインクリメントされるようになっています。で、全て見つからない場合は、えっと、プライマリの一番底を0.0.1として逆算するみたいな感じの処理になっています。まあ、ここまでわかっていれば、 えと自分がその今作ったそのソースコードにどんなそのバージョン番号を適用したいかっていうのはまあほぼ自由自在にコントロールできるし、えー、とそのリラックスバージョナー特有の何かを覚える必要は全くなくてあのプロジェクまずプロジェクトにリラックスバージョナーをインストールしますであとは Git 上で、えー、とどこにタグをど,どんな番号で付けるのかっていうことだけですべての操作ができるという感じになりますね。 で、えっ、ー、と、libgit2sharp というその、えっ、ー、と、このバックエンドで使ってるライブラリが今のところ対応しているのが Linux の x86,x64 と、それから ARM の、えー、64と、えっ、ー、と、ARMHF と EL はあったかな。ちょっと覚えがないですけど。まあ あの要するにあのネイティブライブラリが絡むので、まあ、ちょっとあのどの環境でもドットネットさえ動けば動くっていうものではないんですけど我々が使ってる環境ではまあほぼあの動くと思ってもらえればいいかなと。なので Windows でももちろん使えますし Linux 上でも使えるようになってます、まあ。Linux 上で使えるように頑張ってやったんですけど。<laughs> <laughs> 今、あの自分、あの私があのメインで使っているのは、あの今日は説明のために Windows 使ってますけど、普段は Linux 使っているので、まあ、Linux 上であのビルドできるようにするというのはずっとあのやりたいと思っていたので、まあ、今はあのできるようになっていますで。私の検証としては、ここに書いてある通り、Linux64 および Windows の X86、X64 環境で動かすというので検証しています。はい。で、えっと、今日、えっと、デモをしたくて、 デモをしたいと思っていたのは、このマッピーにこれを入れて、フルリークを出す。みたいなことを <laughs> なるんがいで言いま <laughs> であ今なんかメインが、メインがここに来たのね。えー、リセット。こいつに、えー、じゃあ例えばですけど、あメ,イメインに入れちゃいかん <laughs> えっと、デベロップの方がいいかな。あいいかあじゃあメインで、えっ、ー、と、ブランチを切りますね。 うんまあ、ブランチを切っておきます、そして、えー、っとバイオマネージャーで、ここで、えー、ソースかな、ちょっと、<laughs> ああでかくなるけど、こうなるのか <laughs>。 まあいいや、しょうがない。ちょっと諦めて。今、マッピーのリポジトリを開きました。はい。で、えっ、ー、と、導入の仕方は、えー、こいつに対して、ちょっとこれが消えるのを待とうかな。今、多分、ミゲットのパッケージのリロードをしていると思う。 多分 <laughs> これじゃないか。かあ、そうそビルドしないといけないか。なあ,あ、解決していったんですね。ビルドすると。<laughs> <laughs> あこれで OK ですね。まずはこれでいいと。で、こいつで、えー、っと、ヌゲット。パッケージの管理で、出ますと。 で、えっ、ー、と、参照で。リラックスバージョナーで検索すると出てきます。えっ、ー、と、これ今、バージョン2.1.0ってことになってて、えっ、ー、とまあ、ま、1.0というか、もっと前からあるにはあるんですけど、2.0.0でブレーキングチェンジしたので、まあ、ちょっと、それ以前のものは今見えないようにはなってます。うん、ま、普通にあの検索して、普通に写真入れてもらえればいいかなと。で えっと、入れますと。これ、ちなみに試した限りでは、えっ、ー、と、ザマニンフォームズの,あのプロジェクトでも問題なく動きました。それから、<お>えっと、ライダー使ってても動きました。うん、まあ、あの、裏のインフラが同じはずだから、基本的には動くとは思ってるんですけどね。はい。これで、えっ、ー、と、導入できたので、えー、ビルドしますね。 動かんかったらどうしよう。<laughs> <laughs> あ、動いたかな。これ拡大できなかったかな。っと小さくて申し訳ない。コントロールと。コントロール。ミール押し込みで、あ、マイスオリール、上か、上か。ダメですね。ダメか。ダメです。まあ、もしくはコントロールとプラスボタン。コントロールプラス。ダメです、ね。あ。ダメ,ダメです。<laughs> あ、じゃあ。 じゃあなんかめっちゃ超超アナログチックな方法でこうはい<お> <laughs> <laughs> まあ見るとこんな感じでえっとリラックスバージョンの0.10でジェネレテッドバージョンズコードランゲージ C シャープバージョンコール0.017っていうふうに出てますねこの バージョン0点1 7っていうのが自動計算した結果、適用されたバージョン番号です。で、えっと、一応振り返っておくと、今、ここのコミットで、えっと、バージョン番号を適用したんですけど、えっと、過去にわたってどこにもバージョン番号のタグがないんですよね。 そうすると、一番下のイニシャルコミットを0.0.1として、ここから0.0.2、0.0.3、4、5、6みたいな感じで数えていって、プライマリーのブランチの方を追っていった結果、ここに来たときに0.0.17になってるってことです。で、見ていくとですね、えっ、ー、と、こういう感じで、 えとこれ、なんでたくさん出ているかというと、えー、とそれぞれのアーキテクチャごとに違うソースコードが生成されているので、まあ、一応それごとに全部出てるという感じですね。うん、で、さらに見ていくと、えー、とここに Generated v e r j o n ラ s Code Dry Run 出てるんですけど、これ何かというと、n u ヌ g e t のパッケージを生成する時、うん、えとき、うん、にもあのちゃんと。 あの走らせていてちょっとドライラハンはあの内部の通行でこう出てるんで意味はいまいちわかんない感じなんですけど、えっと、こうそうなって最終的にパッケージのファイル名にも0.0.17というバージョン番号がちゃんと適用されていてもちろんあのこれ今見ないですけど中のそのヌゲットのパッケージのバージョンも0.0.17にちゃんとなっています。 うん、ので、こうやって生成されたそのパッケージをそのままヌゲットにもうアップロードするだけですね。これでそのバージョン番号が、うん、えと自動的に適用されるって環境が出来上がったというわけになりますこれ、ちなみになんですが、はいはい、ヌゲットパッケージの場合ってあの、うん、アルファとベータって付けられるじゃないですか。はい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 。けけましたっけえっとですね、それ、はい、わざと無視している。 あなるほど。<laughs> つまり言い換える,言い換えると、えっとつけえっと、リラックスバージョンなんじゃつけられないですね。はい,は,いはい。で、理由は、あの僕はあのセムバー嫌いなんですよ。<laughs> すいません。<laughs> いきなりぶ,ぶった切ってるんですけど <laughs>、セムバー嫌いですね。あのまあ、そもそも、あのなんていうんですか、そのバージョンの,その管理ってあの、Git でソース構造、ブランチの管理をしていると、 同じことを思ってくれる人がいるんじゃないかなと思ってるんですけど、あのパッケージのバージョン番号って、所詮なんか Git のコミット ID でよくねとか思うんですよ。<laughs> あのすごくそれは、お気持ちとしては分かります、ね <laughs> そうで。例えば、なんか分岐がなんかこう複雑になんかこう分かれてるような状態で、はい、じゃあそれに、それのとあるコミットに対してバージョン番号をどうやって付けようって困るじゃないですか。 うん、でセムバーってあのバージョン1のシンプルなやつはまあ分からなくはないかって Windows の,あのバージョンリソースとはなんか適合しないけどなって思ってたんですけど <laughs> <laughs> あ,のあれってあのなんだっけな一つ一つの値が優勝となのであのでかい、うん、でかい番号は NG なんですよ。 なので、まあ、セムバー1からいまいちだなと思ってたんだけど、セムバー2になって、なんかその辺のその、要するにベータ版はなんかコミット ID を示すために、後ろになんかベータとかつけて、ハイフン何々とか言って書くとか言ってさ、もうなんか、まあまあ、シンプルさがもう完璧に失われててだめだよね、これって <laughs>、ずっと思ってるんですよ。ぬげっとのところで、はいはい、プレリリースさせたい場合。はいはいうん そういうチェックがつけられると本当は嬉しかったなってああ、なるほど。僕はね、<の>それね、運用でカバーしてますね。どういうことかっていうと、はい、あのプレリリースするものをヌゲットにあげない。はい,は,いは,いはい。で、えっと、僕の場合は、マイゲットっていう、あの、ヌゲットと同じサービスを提供してるやつがあるんですけど、サあのク,ラクラウドサービスがあるんですけど、そっちにあげるようにしてます。ああ、なるほどですね。で、そうすると、それの参照って、あの、意図的に、あの、 設定しなないいないいいいとけじゃないですか例えば、今ちょっと見てる人のためにやってみせると、このヌゲットのパッケージマネージャーの右上にパッケージソースっていうのがちょっと字が小さいかもしれないですけど、ここにありますと。で、この横にギアマークがあるんで、これをクリックすると、そうするとパッケージソースを定義できるダイアログが出ます。で、ここで新規に追加ってや,やると、そうすると、ソースを入力できる URL が ここに書けるんで、すねでえっと、マイゲットみたいな、そのいわゆるヌゲットではないサービスは、やっぱりエンドポイントがちゃんと定義されてるので、その URL をここに書けばいいんですよ。で、そうやって追加してやると、そうすると、そっちのマイゲットの方のリポジトリも参照するようになるので、そこで改めてなんか検索ってやると、マイゲットの方にアップロードされているパッケージを参照することができるようになります。なので、 その開発途中のものとかはそっちに上げて、ヌゲットの方に直接上げないみたいな運用の仕方をしてるんですね。で、これなんかあの運用のことをいろいろ考えていくとなんか,かえってそうした方がよくてあのよほどそのプラットフォーマーでそのライブラリをそのプレリリースしたものをヌゲットに上げることに意味が 実際にあるっていうんなら、まあ、それ別にしてもらえれば構わないと思うんですけど、普通は、なんか、あの普通に使ってる人たちがそういうライブラリ参照したくないし、するなん、なんていうか、動機づけもほとんどないわけですよ。うん、なので、なんか、ヌゲットにアップロードするのは、なんか、たとえそれがプレリリース版だとマークできるとしても、なんか、そうすることに意義があるんだろうかっていうのも、ちょっと疑問としては思います。 まあで,きるとできる方法としてあるのは別にそれ、それはそれで構わないんですけど。で、というわけで、なんか僕の場合はまあ、そういう消極的な理由なんですけど、えっと、そもそもそのリラックスバージョナーで、そのいわゆるセムバー2に対応させる気が全くないっていうのと、それをやるぐらいだったら、なんかそもそもバージョン、あの、さっきのあのエポキシと同じことで、 そのバージョン管理すらなんか何をどうすればいいのかもわからんし意義もわかんないっていう人向けに考えてるってことですね。うん、あのできるだけあの簡単に導入できてその、えー、と使用するためのなんかこう手,手順というかそういうのもまあできるだけなんかなくす方向でその応用する方法だけがこう。 いろいろパッと思いつけるようにっていうぐらい、まあ、あのブラッシュアップした方がいいんじゃないかと思っていて、まあ、そういうように設計してるからその、えー、とベータとかプレとかがつけられないっていうようなことになります。なるほどですね。はい、でなので、まあ、あの手順としては今言った感じで自分のプロジェクトにリラックスバージョンを導入してでビルドしてであとはタグ,をタ,タグをつけてビルドしてでプッシュするっていう感じかな。うん 逆にそのタグにアルファとかベータがついちゃってる場合はどうなっちゃうんですか、うん、えっとね、それは、えー、とバージョン番号として認識されないです。あ簡単に言うとあのタグを検索してるんですけど、はい、そのタグが0.0.0、えっと、みたいなフォーマットになってるかどうかですね。うん、そのフォーマットにちゃんと適合されてなかったら、うん、まあ。 そのタグは,無視しはバージョンのタグじゃないっていうふうに思ってます。るだからその、のだ段なんかそのタグをつけるときに、あの自分で自由にタグ名とかつけてあの、プッシュしたりすると思うんですけどそれをあの、それを阻害しないようにっていう配慮でもありますなるほどですね。うん、はいというような。 感じであの非常にに簡単に使えます。す以上みたいな話で,す、ね、<laughs> で今ので、まあ、CS プロジェクトの中はまあこんな感じになってるという非常に大きくなる、ね。リラックスバージョンが導入されて、まあ、ちょっとなんかこうあのプライベートアセッツとかインクルードアセッツっていうのが今だと羅列されるようになっちゃってるんですけど、まあ,あ,のあんまり気にしなくて大丈夫です。<laughs> <laughs> これはあ,のあれですね、リ i ックスバージョンの,あのパッケージの中にあるファイルは、このプロジェクトの,そのコンテンツにはしないみたいな意味ですね。<laughs> うん、それはあの純,純粋にそのビルドするためだけに必要なので、それが取り込まれちゃうとまずいので、あのそういうのは全部除外するようにっていうのが自動的に適用されるようになっています。ははい、い、ななるほど、はい、以上ですすんかかか疑問とかありますか、ね いや、特に。ですよね。なんか。動作させるだけだから、うん。そう、そうなん。あれまさにそれを目指していたので。<laughs> <laughs> <う>まあ、あと細かい話とかあったかな。うん特に、大体今話したもので全てですね。で、あーまあ、あとあの、より細かく、例えばあの、の、えー、例えばこういう情報を。 そのソースコードに一緒に盛り込みたいんだけどみたいな場合がある場合はあのカスタムルールファイルっていうのをあの置いておくことができてこういうリラックスバージョンのルールズっていう名前で中身メ XML でこういうような定義を置いておくとそうするとそれが認識されるんですけど、まあ、それの中に、えー、とアセンブリメタデータが自由に定義できるようになっているので、まあ、このあたりをカスタマイズするってこともできます。うんで ついこの間、あの、リリースしたバージョンでは、ここに強力な機能を入れていて、あの、強力っていうのは、あの、MS ビルドって、あの、内部のそのスクリプトを実行してるときに、その参照できるプロパティって、ものすごい山のようにあるっていうのは知ってます、うん、知らないです。あの、普段我々がその CS プロジェクトか、あの、書くと、そうすると、えっ、ー、と、こんな感じで、 このプロパティグループっていうところに各,各種プロパティがいろいろ定義されるじゃないですか。はい。これのほかにもうんざりするほどの,あのプロパティが定義されてるんですよ。ここに書いてないだけで。なるほど。デフォルトの値が。えー、で、さらにそこにその,そのビルドした時点で取り込まれた環境変数の一覧もプロパティとして生まれてるんですね。例えばパスとか。 えーうん、というのが全部プロパティとして参照できるんですよ。で、はいはい、この間あの、リリースしたバージョンでは、それをここに書くことができるようになっていて、えー、と例えばこのネットコア SDK バージョンっていうの、これって環境変数にあったりするんですけど、なんかそういうのとか、あ、これは環境変数じゃないか、MS ビルド内部で使われている、えー、とシンボルなんですけど、こういうのとか、あるいは、えー、とこのコンピューターネームとか、 これ,これ環境変数だったかなとか、もうなんかありとあらゆる情報をここに埋め込むことができるようになって。<laughs> で、これはね、確かね、えっ、ー、と、MS ビルドのその、なんだ、えー、診断用のログのレベルとかいうのが指定できて、どこだったかなとどこだった どこだわかんないぞ、ね。タスクプレビュー。多すぎてわからない。確かどっか、どっかにあったはずだ。あ、これだ。あ、ちっちゃいの。<laughs> <laughs> ズームを入れておけばよかった。ズームインか。 これですね。これですね。<laughs> これのこ、これか。これで、レベルを、今最初になってるんですけど、もっと上げてやって、リビルドすると、そうすると、あの、ビルドウィンドウに、ものすごいいろいろ診断ログが出るんですよ。と例えば、ここを、えー、っと、詳細とかにしといて、で、ビルドすると、 そうすると、ログが山のように出ます。<laughs> すっごい量出てますね。そう。で、これ、一回これ出させると、ちょっと探し出すのがあれなんだけど、えっ、ー、とね、ログが出てるとこあって、あ,あったっけ、コンピューターネーム。その、なんか現在認識できるプロパティの一覧みたいなのがログの中に出てるはずなんですよ。 なので、それを見ると、なんか、ああ、こういう情報が含まれているのかとかいうのがわかると思うんで、そういうのをさっきのあのルールファイルにあの書いといてやると、その値が出力されるっていうような使い方ができます。なるほど。これはあ,れ <laughs> あまりに多すぎて。うん、そう。あの、内部の構造としては、その、 すべての,そのプロパティの値を一旦 XML に書き出して、でそこから吸い上げるみたいなコードになってるんですけど、こ、うん、の XML をなんかあの自動的に削除するようにしてるんだけど、削除しずに残すとかいう選択肢があってもいいのかもしれないですね。うん、ちょっと簡単に見れるかと思ったけど、もうなんか多すぎてわからない、ね。<laughs> <laughs> まあ、ちょっとそういうものが出ると思っててください。もしかして気が向いたら、そのうちそのなんかダンプした あのプロパティの一覧が見れるようにあのするかもしれないです。こっちはね、もうバージョンがその 2. いくつとかになってるぐらいで、かなりもう安定して動くような感じですね。2.1.0か。<laughs> えっと、これじゃない。これですね。今現在の、えー、バージョンは2.1.0ですね。 まあここちょうどあのマイゲットがあ,るありますけど、まあちょっと古いのがあのマイゲットに置いてあります。最新は2.1.0です。なるほど。ほ、はい、には何かありますか何でしょうね。便利だなぐらいしか思わなかったんですけど。ええぐらいですね。<laughs> もうもう説明することは少ないんだけど、実現するのは本当に大変だった。いやなんか 実現するのは大変そうだなっていうのは、まあ、どうやるのかなってはずっと思ってましたけど <laughs> ちょっと泥臭いコードはあのいくつかあります特にあのその MS ビルーのスクリプトのあたりとか泥臭いコードがあったりしますはい,はい、はいまあ、あとは困ったのはリ i v ッ g i t 2ャープかなこの辺がちょっとのさっき言ったようにそのネイティブコードが含まれるんでその動く環境が限られてしまうっていうのもあるし、はい、あこれちょっと一瞬 はいはい、なんですけど、再帰的にバージョン探しに行くっていう話があったと思うんですが、これ、ネスト、まあ、例えばなんですけど、うん、恐ろしく深くなしたときとかって大丈夫なのかなって、メモリが足りる限りは。<あ> <laughs> なるほどんですけど、そんなこと言うと、なんか、はい、あの死にそうなパターンがあるんじゃないかって気がしてくるかもしれないけど、でも、 あの冷静になって考えるとこれを使おうとする人が、うん、あの全自動で全くそのバージョンのタグをつけずに何万何十万というコミットをするかっていう話はあるんですよ。だから現実は現実的に考えるとそんなことはないだろうなと思ってそこはもうなんかあの目をつぶるというか考えてないです、うん、あえて。 なるほど。まあそうですね、はい <laughs> そこ。そこまでまめにするんだったら <laughs>、うん、そもそもバージョニングもまめにしてるだろうっていうん、そう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 そが。はい。そういう感じですね <laughs> なるほどですねはいというわけでなんかあのー、こうバージョン適用とかであの困ってる人がいたらまあ Git 環境限定ですけどね あの Git 環境限定ですけどあ Git を使ってるんであれば非常に簡単にあの使えるはずなんで皆さんも試してみてもらって何かあればなんかイシューとかプルリックとか投げてもらえると嬉しいかなと思いますおしください <laughs> リンクリンクをねこう載せといていただければ <laughs> 僕が真っ先に <laughs> スターを押しに、はい、あのビードの方には載せとくようにしますはいはい じゃあ、えっ、ー、と、以上で今回の、えっ、ー、と、三本立てになりましたけども、えっ、ー、と、紹介は終わりたいと思います。またなんか、あれですね、あの、成果物の発表っていうとなかなかできないけど、<laughs> 何かできた時には、こういう、<laughs> あの、なんか、ボケとツッコミやるのもいいかもしれないですね。いや、そうですね。まあ、僕、そうですね、はい、進捗があれば、ぜひまた読んでいただければああ、そうですね、うん。僕の、僕の方も、あの、 なんというかこう、こうに説明してないネタはいくつかまだ持ってるので、まあ、やろうと思えばできるんですけど、今、<laughs> 直接、なんか直近で触ったりしてないので、なんか説明するんだったら、もうちょっとなんかしてからとか思っちゃうのであれなんですけど。